さて、今日はどんなお便りが届いてるのかしら？いろいろ来てるなぁ。あ、これは準備中の VTuber さんからの相談かな？新緑が生い茂る清々しい季節、スイさんはいかがお過ごしでしょうか？私は VTuber デビューしようと考えています。クオリティの高いモデルを用意したいので、大手絵師さんに依頼したいんですが、私のような個人税でも受けてもらえますでしょうか？またよろしければ、相場なども教えてもらえると幸いです。よろ。最後急に慣れ慣れしくなるじゃん。大手絵師さんへの依頼ね。確かに最近は企業税の案件しか受けないって人も増えてるよね。解説する前に大手絵師さんの基準なんだけど、今回は大手箱のモデル担当やラノベなどの作画経験がある、 X や Pixiv のフォロワー数が10万単位でいる、この条件に当てはまる絵師さんを大手絵師と呼ばせてもらうね。それじゃあ解説を。あ、そうだ、ちょっと待って。そういえば知り合いのクマから大手絵師に依頼したものの末路っていうすごい怖そうな絵本をもらったから、せっかくだしこれを見ながら解説していこうかな。それじゃ物語の始まり始まり。昔々あるところに VTuber を目指す女の子がいました。よーし、 VTuber になるためにはまずモデルを依頼しなきゃね。やっぱりクオリティにはこだわりたいし、せっかくなら有名な大手絵師さんにお願いしたいな。依頼料っていくらぐらいかな？女の子は大手絵師の依頼料を調べることにしました。こんなにするの？今のお金じゃ足りないからもっと貯めないといけないな。ここで大手絵師の依頼料を解説。二次三次やホロライブレベルのクオリティだと、イラストレーターのキャラデザインやパーツ分け約100万円、モデラーのライブ 2D モデリング約30から50万円が相場となっています。もちろん人によって金額は違いますが、合計で約150万円ほどは見ていた方がいいでしょう。だいたい川崎の忍者 1000SX が新車で買える値段といえばみんなもわかるよね。借金はしたくないし、頑張って働くしかないよね。アルバイト増やすか。女の子は依頼料を作るため、来る日も来る日も頑張って働き続けました。そしてようやく目標金額を用意することができたのです。やったー、ついに目標金額貯まった。欲しいものも遊びも我慢したし、食費も削ったし、本当に頑張った。でもこれでやっと依頼できるよ。誰にお願いしよっかな。女の子は依頼する絵師さんを探し始めます。あ、この人いいな。あー、企業からしか受けてないんだ。それじゃあこの人はどうかな。え、この人も企業からしかダメなの？この人もこの人もこの人も、どうしよう。ここで大手絵師に依頼する条件を解説。最近はトラブルを避けるため企業からの案件しか受け付けてない絵師が増えています。もちろん中には個人でも受けてくれる方もいますが、誰でもというわけにはいきません。大手絵師や大手タレントとつながりがあれば関係なく受けてくれることもありますが、そういった特殊な場合を除けば、ある程度の期間しっかり活動を続けていること、自責での炎上がないこと、このあたりの条件をクリアすると受けてもらえる可能性が上がります。ただし、ほとんどの場合問い合わせても返答は返ってきません。実際に個人税 VTuber が問い合わせたところ、10人に1人しか返答がなかったという事例もあるので、過度な期待は禁物ですね。女の子はいろいろな大手絵師に依頼の相談を送り、ようやく受けてくれる人を見つけることができました。やっと依頼できる人が見つかった。嬉しい。そうだ、納期の確認しなきゃ。納期はいつ頃になりますか？今半年先まで埋まってるので、早くて半年後になります。え、そんなにかかるの？大手絵師はたくさんの仕事を抱えているため、納期は早くても半年、長ければ1年程度かかる場合もあります。早めに準備をし始めないとデビューの計画が狂う可能性があるので注意しましょう。そして半年後。半年待った。長かった。よし、絵師さんに連絡してみよう。ごめんなさい、忘れていました。また半年間待っててください。そんな。絵師さんによっては個人 VTuber からの仕事の優先度が低めになる場合があります。たとえ依頼を予約していても依頼自体がキャンセルとなる場合もあったり、着手日の前から事前確認を行い依頼が流れないようにしましょう。さまざまな苦難を乗り越えた女の子はついにデビューまでたどり着きました。よし、今日は初配信だ。緊張するな。大手絵師さんにモデルを担当してもらって告知もしたし、いきなり同説100人超えちゃうかもなんて。さまざまな期
期待を胸にデビューした女の子でしたが、現実は厳しいものでした。初配信、同節後にあんまり人来なかったな。登録者も思ったより全然増えなかったし、有名な絵師さんに作ってもらったし、もっと注目されるかなって期待してたんだけど、それに絵師さんのファミリーの中でもなんか私だけ浮いてる気もするし、無事に依頼できて完成しても期待していた結果につながらないことがあります。よくある例としては、大手芝生で登録者数や同節が伸びると思っていたがバフがかからない、大手芝ファミリーの一員になれると思っていたがファミリー扱いされない、といったことがあります。もちろんその人の絵柄やデザインが好きで依頼する分には何も問題ありません。自分が納得できるならそれが一番です。でも過度な期待を抱いて依頼すると現実に悲しむ結果になるかもしれません。あー、なんでこんなことになっちゃったんだろう。想像と違う現実に悲しんだ女の子はとあることに気がつきます。そういえば大手絵師さんしか調べてこなかったけど、他の人ってどんな感じなのかな。このクオリティでこんなに安いの？私間違えちゃったかも。大手の絵師さんにこだわらなければよかったかな。ここで大手絵師さん以外の相場を解説。正直言うと、クオリティだけなら大手の絵師さんに勝るとも劣らないレベルの方はたくさんいます。しかも安い。相場としてはイラストレーターのキャラデザインやパーツ分け、約10から30万円、モデラーのライブ 2D モデリング、約10から20万円と、大手の方の3分の1ほどの依頼料でしっかりしたクオリティのものを作ってくれます。もちろん大手の方のモデルで活動できる楽しさもありますが、どうしてもその人にお願いしたいという場合を除いて、大手の絵師さんにこだわる理由ありますか？めでたしめでたし、おしまい。はぁ、めでたしめでたしじゃないわよ。生々しすぎるでしょこの本。とりあえず今日の話をまとめるね。大きなポイントとしては、大手の絵師に依頼するなら150万円ぐらいは用意が必要。個人税の場合、依頼を受けてもらうためにもハードルがある。大手に依頼しても期待したメリットを得られないことも多い、といったところかな。クオリティだけなら大手の絵師さんにこだわらなくても優秀な方はたくさんいるし、なぜ大手の方に依頼したいのかをよく考えた方がいいね。クオリティはもちろん大事だけど、この人と一緒に仕事がしたいと思えることも本当に大事なことだと思います。それに有名じゃない絵師さんも、今有名じゃないだけで数年後には大手と呼ばれる存在になってるかもしれませんよ。結局は自分が好きで納得できる絵師さんに依頼するのが一番だと私は思います。この情報が少しでも参考になっていると嬉しいな。さて、それじゃあ、こんな後味の悪い本を送りつけてきたクマを仕留めてくるから、今日はここまで。それじゃ、またね。